日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらサンゴ黒豆合わせ焼きというお菓子を食べたいと思います。これ以前静岡のお土産を送ってくださった高校の時にお世話になった先生がまた送ってくださったんですよね。山陰地方天の橋立に行ったと同封されていた手紙に書かれていました。まあ、ちょっとさすがに個人情報があられてるので、その手紙を今ここで写すわけにはいかないのですが、早速食べていきたいと思いますね。焼きということはおせんべいみたいな感じなのかな。あれ、天の橋立ってどの辺だったっけ？山陰ってことは山梨とか。山梨だって。ごめんなさい。本当無知で。私、調べて字幕で出しておきますね。では、中身を、背景、おせんべいみたいなものと想像しましたが、ちょっと違いますね。どっちかっていうと、何だろう。もなかのような印象も受けます。生地はかなり薄いですね。では、いただきます。しっとりしていて、シュワッとしている一方で、黒豆の味はそこまで強くないですね。だから、新たな一面を感じられるような気がします。そしてですよ。外側の生地もしっとりしてますし、おまんじゅうとかのあんこともまた違うんですよね。まあ、ちょっと今大幅にガーって倒れてしまうという大トラブルが起きましたが、まあ、撮影自体ファイルが壊れたりはしなかったので本当に良かったです、はあ、時々あるんですよね、こういったことが。まあそれもまた撮影の対応力が試される部分なんです。おっと、お菓子のレビューを忘れていましたね。詳細はこの後すぐにやります。ごちそうさまでした。見た目はパンダと食感に香ばしさが広がってくるのかなと思ったんですけど、食べてみると結構しっとりしていて、思っていたのと違う美味しさがあるお菓子でしたね。黒豆の味はそこまできつくないので、お豆が苦手な方でも食べられそうな優しさのあるお菓子だと思いました。黒豆って結構お正月の煮物で食べるイメージがあって好きなんですけど、また違った楽しみ方も味わうことができて本当に嬉しい。今回、お土産で送ってくださって本当にありがとうございます。あなたの、もし、これの動画を見てくださって、あなたの地元にこういうおすすめのお菓子ありますよっていうのがあります。もしご存知でしたら、コメントや X の D などの DM で伝えていただけると嬉しいです。では、今回食べた黒豆合わせ焼きは、まあ、いただき物を評価するのもちょっとあれかなと思うんですけども、まあ、いつも通り、一応、いつも通りの流れで5点出させていただきますね。というわけで、今日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それでは、さようなら。